5月の末、遅い雪解けとともに山桜が咲きました。新潟県十日町市にある義妙の棚田の桜です。田植え前の水鏡に桜が映るこの風景を撮影しようと、全国から多くの観光客やカメラマンが押しかけます。自分もやってたことがあるから、田んぼ黒は分かります、この棚田の、うん、しかし狭く手間のかかる棚田は、過疎・高齢化による担い手不足で急激になくなりつつあります。どんどん悪くなっちゃうんじゃないですか。こうした中、棚田に新たな価値を求めて米作りを始めた人たちがいます。続けていくことが大事なんで、すぐにすぐって守れてないとは思うんですよ、うん、ちょっとずつできること背伸びしながら続けていければ守れるかなと思ってます、うん、そしてもう一人、耕作放棄地になりかけていた棚田を引き継ぎました。まあ、僕ら棚田を再生している部分もあるんですけど、同時にあの棚田が人を再生するっていうこともすごくあって、この番組は棚田に強く魅せられた人たちのお話です。越後湯沢から北北線で40分、十日町市松台。駅の周辺には3年ごとに開かれる現代アートの祭典、大地の芸術祭の作品が点在しています。そして列車を降りると目につくのが、美しい棚田のポスターや看板です。松台は人気の棚田スポットがいくつもある棚田の里です。十日町市松台は全国有数の豪雪地です。多い年には4メートルを超える雪が降ります。雪下ろしも一冬で5回以上。しかしこの重くて冷たい雪が棚田の米作りには欠かせません。雪は天然のダムです。雪解け水は直接田んぼにたまったり、また湧き水となって天水田を潤してくれるからです。2月、松台加茂で農家民宿を経営している阿久澤さんは、すぐ近くにある加茂の棚田をたびたび訪れます。すごいな。棚田はまだ深い雪の下です。すごいですねこの冬の間にね、こんな綺麗なね、あの日の出が見られる日はそうそう多くないですよ。だからそれはもうね、みんなやっぱり天気予報よく見て、僕も今日はだからもう出るなと思ってねあれだったんですけどね。冬の棚田の風景の魅力って何ですか。いや、もう冬の棚田はもうこれあれですよね、もうこの陰影というか凹凸だけがこうアンジュレーションというか、これが見えて、あの雪に隠れてると、あの綺麗なところだけ見えるっていうこれがやっぱりいいところですよ風もないし最高ですね。栃木県出身の阿久澤さんは、松台に移住する前はホテルなどを経営するシンガポールの政府系ファンドで働いていました。2008年、アメリカ初の金融危機、いわゆるリーマンショックで、心も体もボロボロになったそうです。そんな時、松台で棚田に出会いました。
一番最初は2009年の大地の水祭で松台の駅降りて目の前にカバコフの棚田があって、うん、でそれが生まれて初めて棚田を見た状況なんですけど、うん、そこでなんか完全にそのやられたというかで棚田燃えしましてですね4月、輝く太陽、雪は消え、湿っぽい霞が空中を満たす。ずんぐりした馬が重い農耕用の隙を懸命に引っ張る。春のうちに田んぼの準備を入念に。その後、阿久澤さんは二拠点居住を経て松台に完全移住しました。阿久澤さんが経営している農家民宿は6年前、築100年の古民家をリノベーションしました。営業は不定休ですが、民宿としてだけでなく、ここを会場にコンサートを開いたりセミナーを開催するなど、人と人とがつながる場となっています。棚田、それからその古民家、それからあとまあ人、じいちゃんばあちゃんって言いますけども、その里山のいろんなその資産で、それに加えてここで言うと雪とかブナ林とかいろんなその自然の資産もあるわけですけども、そういったものを単体じゃなくて合わせた形で再生していく、保全していくっていうのがその里山アセットマネジメントの考え方で、とにかく来てほしいで参加してほしい、非常にその作業にこう手間がかかる、手がかかるっていう、でそのためにその一緒にこう入ってほしいっていうのがこうトロノキハウスのもともと作ったこう、まあ、目的なんですけども。トロノキハウスの裏山にはブナ林が広がっています。お天気のいい日、残雪の上を歩く散歩も阿久澤さんの楽しみの一つです。美人林もこういう景色をこう皆さんこう、ね、結構写真撮りに行くのあるけど、ここは誰も写真撮りに来ないけど、多分それと同じくらい綺麗な。トロノキハウスから少し登るとブナ林に囲まれた広場があります。かつてここには加茂小学校がありましたが、30年ほど前に閉校になりました。校庭があったところからさらに進むと、加茂の棚田を見下ろす場所に出ました。で、なんか棚田のところも一部こう雪と雪がこう切れて、あれがこの間なんかFacebookで教えてもらったら縁切れとか陰切れとか言うらしいんですけども、雪と雪がこうつながってたところが切れる、縁が切れる、それをその縁切れとか陰切れとか言うらしくて、そういうなんか呼び方がちゃんとあるっていうのがね、なんかすごいですよね。阿久澤さん、散歩の途中で何やら見つけたようです。一本枝をいただいて、これ匂い嗅いでみてください。あ、香りすごい。そうですね。これは何ですか。これ黒文字、ブナの下草としていっぱい生えてるんで、でお茶にして飲む。黒文字はクスノキ科の木で、抗ウイルス作用があり、枝が用事の材料となります。阿久澤さんはよく黒文字をお茶にします。東京生活とこちらの生活の違いは何ですか。東京の違いはもうでも全部違いすぎて、なんか何もかも違いますよ。やっぱりその時間の流れ方がもう全く違いますし、景色とかなんかこの落ち着いた感じとかっていうのは他じゃなかなか手に入らないもんですよね。
雪解けが進む星峠で春の準備が進んでいました。棚田を一番高いところから見下ろせる場所に作られたツリーハウスの増築工事でした。ツリーハウスは生きている木を柱に建てられます。ここズボリと打ってるんですけど、これでだいたい2トン支えられるって言われてますね。であとまあこう打っちゃってね、木かわいそうって思われると思うんですけど、木とこうここまで近づくためにはこれが一番いい方法で、これ締め付けちゃうと水が上がらないので木死んじゃうんですね。でこれだとここは上がらなくなるんですけど、それ以外は正常に生きてますんで、こういうのを使っていただいて。群馬県出身のグラフィックデザイナー久米井隆さんです。久米井さんは前橋と松台を行き来しながら星峠にこのツリーハウス星峠宿を作りました。お天気のいい日にはご覧の絶景です。宿泊施設が欲しいっていうのが一つ入っておりまして、で宿泊施設といっても大きいものを作ると環境への影響が出たりとかですねしますので、それを考えるとやはりツリーハウスで、多分里山は自然の中の境界線に一番近いところだと思うんですよね。なので動物も多いし植物もすごく元気だし。久米井さんは4年前から星峠の田んぼを借りて米作りも始めています。ところで、そもそも棚田というのはどんな田んぼのことでしょうか。勾配が20分の1以上、つまり20メートルで1メートル高くなる傾斜地にある田んぼで、その一段の広さが1ヘクタール以上あるものです。棚田百選から20年以上過ぎた去年、農林水産省は全国271の優良な棚田を改めて選定しました。つなぐ棚田遺産です。新潟県内でも全国で最も多い36の棚田が選ばれましたが、そのうちの14箇所が十日町市に集中してあります。松台でタクシー会社を経営する村山さんは多くのお客さんを棚田に案内してきました。もう数え切れないですよね。2日に1回ぐらいずつは時期になると行くからね、毎日ほとんど毎日みたいなもんだね。ではいつ頃から松台の棚田群が注目されるようになったのでしょうか。カメラマンがそのカメラ雑誌やなんかで紹介したもんだから、ものすごい大挙してそのカメラ担いだじいちゃんばあちゃんが来てね、棚田連れてってくれって言うんだけど、おい俺はでも棚田あったって平らなところ一つもね、どこ見たってみんな棚田だぞってなもんで、その程度だったから。1997年平成9年には北北線が開業。お客さんが首都圏などから来やすくなりました。そして2009年、松台をメイン会場に全国棚田サミットも開催され、松台の棚田群が広く知られるようになりました。しかし耕作放棄はどんどん進みました。40年前に989ヘクタールあった松台地区の田んぼは20年後の2000年には半分に、そして2020年には3分の1に減ってしまいました。その多くは棚田です。トロノキハウスから歩いて3分のところにある加茂の棚田もつなぐ棚田遺産に認定されていますが、よく見るとここ数年耕作放棄地が目立つようになりました。続いていかなくなってしまうんでしょうね。つなぐっつっても耕作する人いなければつながらなくなっちゃいます。耕作してあってこその景観だと思いますけど、
ゴールデンウィーク、大勢のアマチュアカメラマンが夜明け前から星峠を訪ねました。おい、すいません、立ち止まんないでください。そこで、この下で撮るのやったらええけども。え、この下で、この向こうの田んぼや畑は私有地です。マナーを守って撮影しないといけませんね。この時期、田んぼには水が蓄えられ、美しい水鏡となります。あと東京です。3時半。はい、来てよかった。うん、来てよかった。最高の景色ですよ、これ。これ有名なところだからね。あ、皆さんが撮った写真見てますがね。そう、私も撮りたいと。自分の手で。カールさん、おはようございます。おはようございます。ああ、何しに来たんですか。ちょっと友達来ましたからですね。どうですか。あ、素晴らしいよ。素晴らしい、素晴らしいね。自然そのまま感じますね。東京でもバーバー。うん。そう、そういう、そういうね、本当素晴らしい。星峠にあるこのカフェは、ツリーハウスと同じ久米井さんが経営しています。どうですか、今上がりましたよ。すいません、私らお姉さん嬉しいこと言うゴールデンウィークのこの日、星峠を訪れるお客さんのために地元のお母さんたちに頼んで山菜の天ぷらを振る舞いました。わあ、塩ちょっと振るね。いただきます。言わないよ。豚汁だけか。そうなの。うわ。どう？うまい。食べたいなって言ったら。でも、この苦味が。このほのかにあるでしょ。うん。いいじゃないですか。すごい出るのよ。ところで、前橋出身の久米井さんが星峠に来るようになったのは、峠集落出身の牧田さんと出会ったことがきっかけです。ちょっと峠に行った時はじいちゃんに側溝の掃除はさせられましたけどね。お前も怖いっつって言われて、だから道不審って言葉は大嫌いでした。牧田さんは現在大宮に暮らしていますが、時々ふるさとに帰り集落の行事にも参加しています。この日は道不審のお手伝いです。久米さん来てもらってよかった、お前が紹介してくれてありがとねって言われたんですけど、逆に僕は人間なやつって連れてきてて怒られるかと思ってたんで、だけどまあ馴染んでくれて良かったなと思ってますけどね。その素晴らしいことだなんて思ってなかったんで、小さい頃からここにしか これしか見てなかったので、これがこんなに素晴らしくて、こんなに人がいっぱい来るものになるなんていうのは想像もつきませんでした。牧田さんの家は取り壊される寸前に大地の芸術祭の作品として生まれ変わりました。星峠のすぐ近くにある脱皮する家です。そして田んぼを久米井さんに貸すことになりました。自分も一度離れてるので、いるときは無理だろうなと思ってましたが、それでも、まあ、ここまでちゃんと棚田が注目されて、ちょっと奇跡的に家は残るわ、田んぼは友達がやってくれるわ。春になると冬の間しまっていた案内板などを設置する作業が行われます。星峠を訪れるお客さんのためです。
もう集落の半数がほら一人暮らしでしょ。だからその集落のこういったゴミ片付け道伏しもさ思うようにいかないんだよね。土曜日曜の旅にボランティアボランティアってわけにもいかないから、去年一昨年あたりからちょっとそのいただいた募金集落に入れてるから。峠集落では棚田に募金箱を設置、星峠周辺の維持管理のために使われています。さて舞台は桜で有名な義妙の棚田です。トロノキハウスを経営する阿久澤さんは2020年から後継者がなく耕作放棄地になりかけていた義妙の棚田で米作りを始めました。農業の経験のない阿久澤さんでしたが、農業法人トロノキファームを立ち上げ、地元の人が応援してくれました。まあ、田んぼも何もわからなかったんだけども、本人がやろうという強い決意がありましたから、だから我々がそこに手を貸そうと。もうすごい人だなと思いますよ、それは。まあ、普通一般から考えれば誰がこんな田んぼをやりたいって。そして都会からボランティアの人たちもやってくるようになりました。男子の芸術祭によく来ていた。それでハマって、そこから毎年。大人になってこんなドローンか遊びできる機会なんてないので、すごく楽しいです。1年に 4回ぐらいこう来るようにしてるんですけど、なんか毎回が結構なんていうかリフレッシュになる。お友達の人も結構いるんですよね。ちっちゃいな、ぴょこ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 泳いでるんですよね。結構かわいいもんですね。農作業って辛い苦しい汚いみたいなあれだったんだけど、みんなが楽しい楽しいってやってるから、皆さんやっぱりこの田植えを一緒にこうやるっていうのはすごい楽しみにしてて、本当にそのただ働くっていうじゃなくて以上の、ね、それ以上のものを皆さん感じて、皆さん今日全員ボランティアですけど、ボランティアで本当に喜んで毎回来てくださる。で そこに多分何かあるんだと思うんですよね。いろんな人がここに集まって一緒に作業して、で結果的にはこう棚田が残っていくっていうかね、そういう形にできれば、まあ、一番楽しいし、なんかいいんじゃないかなっていう気はしますね。田植えから1ヶ月、棚田が緑の絨毯のようになりました。同じようにあぜや田んぼの海苔面の草がどんどん大きくなってきました。暑い夏、草刈りは重労働です。要はあれです、あぜとか除草剤とか負けないでしょ。負けないですね。撒いてもいいんですけど、根が腐るってことは海苔が崩れやすくなるんで、まあ、あとはお米にもね、残っちゃうと嫌なんで、上から下までびっちりですからね。あっつい。あとはどのぐらいやるんですか今日は。今日ですか、日が暮れるまで日が暮れるまでやりますね。この時期雨がなかなか降らず、久米井さんの田んぼの地面にひび割れが目立つようになりました。そこで棚田のより低いところにあるため池から水をポンプアップすることにしました。去年はこれ水揚げしなかったんです。足りたんですよ。だから今年は雪が多かったんですけど、どうしても降らなかったんでなくなっちゃいましたね。毎年は勉強、
毎年だって同じ時なんてないですもんね。硬いベトをちょっと入れといた方がいい、うん、少しも漏れちゃうと、はい、久米さんは地元の農家の大先輩から指導を受けてきました。用水がないもんで、やっぱりね、その水の管理が一番大事、まあ、大事なんです。天水田だって。そうそうそう、雨は降らないし、少しも溜めからちょっと水をアップして濡らしてるんですけどもね。久米さんはね、どんな感じでしょうね、米作りは。なかなかね、やることが早いです。すごい。もうちょっと教えただけでもう自分でみんなきれいに管理してますわ。こんにちは。どうもです。こんにちは。こんにちは。親子連れ3人がツリーハウスにやってきました。1年ぶり2回目、群馬県からのお客さんです。いいですよね、これね。早速、星峠をスマホで撮影です。前回朝太陽が上がってくるショットがですね、ちょっと曇りの雲が多くてですね、綺麗に撮れなかったんで、朝早く起きてまた朝日の昇ってくるショットをちょっと撮りたいんです。もうね、大きいね、すごい大きい葉も。景色もすごいですしね、本当ね、ゆっくりした時間を過ごせる感じですね。そしてお天気が良ければ夜は星も楽しめます。8月に入り稲の花が咲き始めました。白くてとても小さな可憐な花です。阿久澤さんの田んぼは無農薬栽培にこだわって米作りをしています。そのため田んぼやその周りには雑草がたくさん。阿久澤さんは打たれ強い米作り、引き算の農業に挑戦しています。手間かかりますね、本当ね。まあ棚田で普通の2倍かかって、無農薬でさらに普通の2倍かかって3倍ぐらいかかるから、全体で普通のあれですよ、単種あたりは多分4倍か5倍かそれくらいの手間がかかってますよね。うん、まあでもいいんじゃないですかね。冷たい。ゆくゆくはね、あそこの水使ってね、ドブロ仕込んだらね、多分ね、いいやりになると思うんですよ。人と同じように稲にも水が欠かせません。夏の雨が降らない時期、朝露は稲にとっても大切な水分補給になります。秋の実りに向かって棚田も少しずつ色づき始めています。しかし久米さんには少し心配なことがあります。穂のこの米粒を大きくするための肥料をちょっと今年やってみたんですよね。余計米粒がでかくなって垂れてきて倒れるところもありますね。まあ、背丈がいっちゃうから余計だと思うんですけど、
毎年うまい米を作ろうっていう、去年よりは今年の方がって、美味しさだったり粒の大きさだったり、そういうのいろいろ考えるんですけど、でもいざこの棚田に入ると雨とか暑さとか全然違うんですよ、コースコンディションが。思ったようになんか走れなくて、なかなかね毎年更新するのって難しいなと思ってて、でもなんか自分のこう目標を決めてなんかそれに向けてやっていくっていうのはやっぱ何でも楽しいっすよね。この日トロノキハウスのすぐ目の前で東京からやってきた大学生たちがハサバ作りの体験をしました。東大と芸大が連携して次世代リーダーの育成を目指すソニーが進めているプログラムの一つです。まずはロープの結び方です。違うでしょ。どうしてね、これ引っ張って立ってみる。悪戦苦闘しながらおよそ3時間でハサバが出来上がりました。はい、チーズ。動画なんです。いや、ちょっと最初何やってるかよく分かんなかったんですけど、まあ体を久しぶりに動かしたっていうのもあって気持ちよくて、でまた昔こんなあったんやなっていうのを知るきっかけにもなったんで良かったと思います。あんまり自然と触れ合う機会とかないから、あの自然のと、まあ、なんか人の接点みたいなところなのかなって思って楽しかったです。さああともう少しで稲刈りです。秋分の日、久米さんの田んぼで稲刈りが始まりました。これ寝てるやつも起こせばバインダーでいけちゃうから、小さくいびつな形をした田んぼでは大型機械が使えません。ぬかるんで機械で刈りづらいところは手で刈り取ります。手で運んでいかなくてもいいから、こうボンボンって投げてこういう風に一回ギュッとやって、あとはここでぐるんぐるんって二回回すね。ぐるぐるって全然、そう全然うまくいかないの。だからぐるぐるする前に、はい、この日は久米さんに田んぼを貸している牧田さんと久米さんの家族らで作業を行いました。やってもらっちゃった。これです。今日お前の仕事ここだって言われてちょっとしかないじゃんって思ったら全然進まない。だろだろ、え、これだけって思うだろ。思いました。すげえ大変なんだよ。日本人全員やった方がいいですねこの体験は。もう米に感謝しますよこれやったら。うん、親としては心配なとこもありますよ。そうです誰かがやらないとどんどんこういうところは寂れていっちゃうんでしょうから、誰かがやる必要があるんでしょうね。なんかでも東京でやってた時よりなんか全然楽しそうなんかこう自然に癒されながら仕事してるみたいな、疲れるけど楽しそう。まさかこう昔の知り合いがこうやってその作ってくれるなんてことは本当に夢にも思わなかったので、ここはやっぱり棚田の地形もかなり入り組んでるところなので非常にやっぱりやりづらいですし、こんなんもうやってられんと1年で挫折すると思ってたら
まさか3年目になって、しかも今軌道に乗ってきて、あの今年1枚増やしてるんですけど、まあ多分久米も今ここの地域の方とかなりあの密に接しているので、まあもうちょっとあの田んぼ枚数も増やしていくんじゃないかなと思いますけどね。沸き立ち海となる雲海です。雲海の出る条件としては夜間よく晴れる、前日雨が降ったような水蒸気量が多い、それと風が弱い、低気圧が通過して雨を降らせて、その後移動性高気圧に覆われると、そうすると今の三条件が揃いやすいですよね。雲海は朝日が昇るとともに薄くなっていきますが、その時見えるのが尾を引くように見える光の筋、光棒です。しまっても辛抱して少し待つと、もう一つのドラマが待っています。太陽の光が大地を温め、蒸気が上がってくるのです。雲海とはまた違った趣があります。久米さんの稲刈りからほぼ1週間遅れで、阿久沢さんの田んぼでも稲刈りです。こちらはお天気よく絶好の稲刈り日和となりました。作業をしたのは地元や東京からやってきたボランティアの皆さん、おなじみの顔が揃いました。上手ですね。上手ですか、うん、やった。東京生まれの東京育ちです。子供の時に体験できなかったんで。稲刈りは、3回目です。少しずつ慣れてってます。はい。でも楽しいですね。みんなでやると楽しいです。頑張れ。上手。はい、上手。こっち持ってきて。この中入れて。この中。ありがとう。大丈夫かな。いくです。いくなんでの。せーの。強い。あ、イノシシ、イノシシ。騙されないな。負けた。はい。吉江さんもこっち向いて、はい、行くよ、はい、チーズ。うまい。どうぞ。あ、そうそう。そして、楽しいお弁当の時間です。おー、おいしそう。もちろんお米は、義妙の棚田で採れたコシヒカリです。ほんと、おいしそうですね。シャリクさんどうですか。美味しいです。お肉は、鹿の燻製したやつが、鹿肉の燻製したやつが。刈り取った稲は大学生たちが作ったハサにかけて乾燥させます。稲刈りの後、トロノキハウスに参加者が集まりました。ありがとうございます。料理は地域おこし協力隊でトロノキハウスがある鴨尾で暮らすシェフ正力さんたちが担当しました。地元の食材をふんだんに使ったお料理です。
ずっとフラフラしてて米サラダってことね。米サラダ、それをちょっと地元っぽくしたやつです。中身はもうここの辺の保存食、内豆っていうやつと切り干し大根と人参を干したやつと入れてます。あとレンコンもちょっと入ってます。今言われても結構忘れちゃうな。皆さん、次も参加してくれそうですね。10月、阿久澤さんは十日町市産業支援員の委嘱状を関口十日町市長から受け取りました。その具体的な任務の一つが、2021年暮れにオープンした宿泊施設、松台棚田ハウスの運営アドバイスです。ここが棚田ルームという部分で、一番棚田がよく見えるところです。なんで棚田ハウスなの？え？なんで棚田ハウスなの？いえ、もう棚田ハウスは棚田だ。棚田があるから棚田ハウスです。全部棚田ですよ、この辺も。階段が棚田になってるの分かります？棚田ハウスは、十日町市がかつての中学校の寄宿舎だった建物をリノベーションしました。テレワークにも対応、格安に利用することができます。そしてもう一つが、棚田の再生活動です。今度は一丁でやるのがね、ということで、全部で6枚。ほう。あれ入れると7枚ですね。うん、で、広さはね、だいたいちょうど4反分ぐらいですね。ほう。阿久澤さんは大きな決断をしました。土地の所有者の了解が得られたことから、耕作放棄されている加茂の棚田の一部を復元することにしたのです。復田です。あ、これはもうやるしかないなという、そういう感じですよね。今やってるところほぼ2倍になるんで、今の棚田とほぼ同じ面積なんで、うん、だからこれは相当やっぱり心してやらないといけないし、今まで以上にいろんな人のこう手を借りて、力を借りてやらないと、まあ、できないんで、ちょっとまた改めて今来春からの、まあ、工作の計画どうしようかっていうのを、まあ、考えてるところですよね。うん、今年5月にはブルドーザーを入れて再び耕作できる状態に戻す計画です。コロナがきっかけになってると思いますけど、みんなやっぱりこう地方の持ってるいろんなその良さとか価値、それからその田んぼの体験なんか絶対東京ではできないわけですよ。でもそこに一旦足を入れてもらうと、その人なりにこう感じるものが必ずあって、でそこにその中自分のその新しい価値がこう生まれてくるっていうかね。一方、久米井さんもあるプロジェクトをスタートさせる準備を始めました。星峠に近い空き家を新しい働き方に対応したワークスペース、コワーキングスペースとして改築することにしました。広いですね。ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための国の補助金を活用します。たまたまここにもともと住んでたおじいさんが去年の夏に、お前いいやつだなって言って、でここをもう退去して上越の方に出られるってことだったので、もしここを使うんだったらどうだっていう話をいただきまして、国の事業再構築っていうのがあったので、なので本当たまたまというか、もうやり始めた以上自分の中では、全部作り上げていかないといけないなっていうところはありますから。さて、一般に田んぼの代かきは田植え前の春に行われますが、松台などでは稲刈り後から雪が降る前に代かきをします。秋の代かきを秋代と言います。次の米作りの準備です。景観含めて
田んぼを守っていくにはいろんな方々の力がないと守っていけないなと思ってます、うん、で僕もたった本当5枚しかやってないんですけど、それでもやはりみんなの協力を得ないとなかなか進められない、一人では絶対できないことなので、うん、田んぼ稲刈りを手伝っていただくっていうだけじゃなくて、はい、このお米を購入していただくっていうご協力も本当嬉しい限りで、そういった皆さんの協力がないと、まあ、本当にここは維持できないなというのを本当毎年痛感していきますね。12月、天から雪が舞い降りました。これから5ヶ月、棚田は雪の下で眠ります。日本の原風景、棚田。棚田を守ることは単に景観を維持することではありません。棚田のある豊かな暮らしは私たちの生き方そのものを変える可能性があります。松代棚田ストーリー、物語はまだまだ続きます。